ポール・サンペールは、フランス、ペードラ・ロアール地域圏、ロアール・アトランティック圏のコミューン。県の地図上における、ポール・サンペール・ポール・サンペールは、グラン・リューコに近い。南都の2 5トル南西、ポルニックの東3 0トルのところにある。2010年に、INSEE がまとめた、順位表によると、ポール・サンペールは、都市的地域に含まれ、 なんと都市圏となんとサンナゼール都市圏に一部が含まれている。ポールサンペールとは、セーピエールの門を意味する、ラテン語、ポーチュス・サンクティ・ピートリーに由来する。地元で話されるオイル語の一種である。ガロ語では、ポート・セイアンと、PARR となる。フランス革命時代の名称は、ポール・ブーレであった。コミューンは、歴史的な、ブルターニュの一部である。 伝統的な地方区分ではペイドレに含まれ、歴史的な地方区分ではペーナンテに含まれる。第二次世界大戦末期、サンナゼールポケットが存在したために、フランス占領は長引き、ロワール川川口隣接地域同様に、ポールサンペールは解放されるまで9ヶ月以上かかった。ドイツが降伏して3日経って、サンナゼールポケットのドイツ軍はようやく降伏したので、ある。 参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。